まりましたお兄ちゃんねるとはい、よろしくお願いします。よいしょ、やっとなんかいい感じが出てきましたね。雰囲気だけね。なんでそんなこと言う。チャキはこの間単独ライブ来てくれた、はいはい、僕たちビタミン S のファミリーです。ビタミン S ファミリー、はい、ビタミン S 妹。いや妹はおんねんしかも楽屋来て妹さんに初めて会えて嬉しい、写真撮ってください、バシャ、じゃあお疲れ様でした、速攻帰ってたから上がり早っ。よなよな、それもチケット買って、はい、満員御礼でした。どこら辺で見てた。正直あの舞台上から気づかんかった。めっちゃ目やってました、はい、気づいてへんって。いやめっちゃこっちばっか見てくるやんって思ってた。私のためにネタしてるやん。意識しすぎた。してないしてない。ちょっとこっち見てましたもん。聞きたかったな。あ、ね、すいません、ちょっとあの藤本とか来てくれたわ、ファンタジスタのね。そうそう、俺とも同期で言うたら衝撃で勝利とかも来てくれたし。ああ、まっすぐダメで言う。なんでだったんですか。仕事ですよ、もちろん、うん、あの時はもう台風直撃が予想されてたんで仕事はほぼ流れてました。ほぼ全員家にいました。もちろんもじゃさん探せました、正直ネタに集中できんか。連絡してよ、それそれやったら連絡してすぐ。どんなやん、台風真っ只中で稽古。マフラー店長も来てくださったんですよ。結局なかったですよね、台風は。結局ほんまに晴れて風すらなかった。奇跡的にですよ、次こそは。まあ、次はちょっとね、ゲストで。でも14年後になりますけど。14年後。おじいちゃん何歳。60。師匠やん、還暦のビタミン S 師匠やん。今回はもうゲストとか全くなしでもう2人だけでやろうって決めてたから。はいはいはい、でも今日特別に来てくださってますんで行ってくると思います。ああなるほど、ね、綺麗にしてたんですよ、無理やり楽屋に押しかけてアピールして。ほんまに無理やり来てた。あ、結構無理やりでした。押しのけで押しのけでマネージャーさんにすみません入れてもらっていいですか。あ、まゆくちゃん、写真撮ってください、場所はオッケーしゃー。一番の台風やった、あれハリケーン、チャキ台風一回被害ゼロ、被害ゼロ。さあ、ということでございまして、はい、今回の企画はですね、ちょっと私も気合が入っておりまして、あなた方にも気合い入れていただきたい。いや、ちょちょ、だからこの神ですよ、何なんですかこれ。学力テスト、ほんまにではございます。よー、はい、あいつ見てやったからな。今回の企画は、魂の9番勝負。よいしょ、某番組のパクリです。9月の11日に収録してるんですけれども、はい、今月の末9月の29日から秋の G1 が始まるんです。そうですね、はい、ですから今のタイミングで事前にそれぞれのレースの有力を出しておりますんで、ちょっとこの段階で有馬記念までを予想しまして、はい、最終的に誰が一番予想が上手だったかというのをちょっと決めようじゃないか。面白い。だから、まあ、正直今の段階で出てるメンバーやし、有馬記念になったらすごい活躍馬が出てきてて、この中に入ってええやんけいうこともザラにあります。面白い。だから今回は一応スプリンターズステークス、秋華賞、菊花賞、天皇賞、秋エリザベス女王杯、マイルチャンピオンシップ、ジャパンカップ、チャンピオンズカップ、有馬記念とさせていただきまして、すごい、はい、2歳の G1 2つと、あとホープフルステークスはちょっと外しております。あまりにも出走馬がわからなさすぎるんで、おのおの丸していただいて、いろいろ予想もねしながら丸していただいて、最終的に僕に提出していただいて、はい、集計を後に取っていこうじゃないですか。はい、はい、ですからあなた方の予想はちゃんとこの段階で見れます。有馬記念までやりますんで。え、私じゃあ直前に変えたりしちゃダメってこと。直前にはだからもう変えられない。提出しますから。え、で、本番のレースの。それも勝手にしてください。勝手にします。それもちろん、これは段階で予想するから、はい、逆に言うたら言い訳も聞きますし。なるほど。何それ、はい。別にここの本命がスプリンターズステークスのマッドクールだったとしても、うん、別に直前だったらいろいろ枠とかも加味して予想しますよね。はい、そしたら本命は変わると思いますんで、それは変えてもらって全然十分です。今のこの魂の9番勝負、もう魂入れてください。じゃあそれではまず1レース目予想いきたいと思います。スプリンターズステークスでございます。よいしょ。さあこれはですね、9月の29日中山競馬場の芝 1200m で行われるレース、はい、こういう風にねみんなでやっていったらちょっとレースとか覚えていただける。でまたあのお兄さんにね説明してもらうのがいいですよね。確かにこれは結構贅沢ですよ、はい、現段階で想定される実力馬から書いていっております。じゃあ上の方が絡んでくる率は高いよっていう、まあ、多分おそらく人気になるだろう、実績的にすごい馬から書いていってるよっていう感じですね。あと勢いとか、スプリンターズステークス、マッドクールなんて高松の宮記念春のスプリント戦線の G1 を勝ってる馬なんで、かなり有力じゃん。有力ですよね。逆にママコチャなんていうのは昨年のスプリンターズステークス、このレースを勝ってる馬だったり、ナムラクレアもねスプリンターズステークス去年も3着やし、今年の高松の宮記念も2着やし、早くこのスプリント G1 勝ちたいなっていう気はしてますよね。なるほど、仕上げてきてる可能性高い。そうですね、東進マカオなんてねスプリント戦のね重賞をいっぱい勝ってるし、この間もねセントールステークス
こう一着して臨んでくる馬の勢いありますよ、うん、これはお兄さんすいません確認なんですけど3頭を選ぶんですか、うん、1頭1頭え6つウィン5的なことかこれだから9番勝負が9個選ばなあかんからそんな言うても迷ってる場合じゃない、ねはい、言うてもほんまに当たらんからでもやっぱり僕はずっとレース見てきてるしチャキも見てきてると思うんで僕は OK です OK ですかはい、はい、自信ありいや正直ちょっと分かんない分かんないですか、まだある方かなまだある方はい自分ではまあ、これ別に言ってもええな何されました僕は名村クレアあ名村クレアはいいいですねあの確かに理由としては去年1着とか近いレースで1着っていう人はそのまま行く可能性もあるけど照準ここに合わせてたら1着あるんじゃないかなという確かにまあ予想キンランドカップというレースを一応叩いてここに臨んできますんで、ねまあ、前走はちょっと負けてしまいましたし、はい、レース中も不利があったんで実績はかなり高いんで2番手に、ね、書かれてるぐらいなんでチャキはじゃあウィンマーベルウィンマーベルおなぜこれを勝ったんですよ勝った時に当たったんで信頼してます、ね、確かにこの馬も 1400m 重賞3勝してるから、はい、スピード能力はあんねん一昨年のスプリンターズステークスも2着してるから、はい、もちろん G1 も戦える馬やねんけどただやっぱこの生粋のスプリンターかどうかっていうところがね今回試されるから、はい、私はもう里のレーブこの馬は G1 で別に馬券に絡んだとかはないんですけど、うん、この馬はどんどんと力をつけてきてて函館スプリントステークスそしてキーンランドカップとスプリントの重賞レースを2個しっかりと勝ち盤石の競馬でなのでこの勢いやったら G1 の壁もひょいと乗り越えてくれるんじゃないかなと思って、私は佐藤レースにしております僕はさっき言ったらなんか真似されそうなあちょっと丸してたちくしょうさあ続いては秋華賞でございます10月の13日京都競馬場で行われます芝の 2000m のレースです、うん、まあここはね牝馬クラシックっていうのがありまして、はい、3冠目に当たるレースなんで、うん、1冠目2冠目桜花賞オークスで結構力関係は分かってきてるんで簡単かなと思いきや京都の 2000m のレースっていうのは内回りで行われます紛れも起こる可能性もありました強い馬がしっかりと能力出し切れるかって言ったらちょっと疑問なコースなんで、ステレンボッシュがね桜花賞1着って書いてることは1冠目の試中に収めたチェルビニアがオークスを買っておりますそしてこのまたレガレイラというのがホープフルステークスという2歳馬が出る男の子たちを交えた中距離の G1 を買っていますだから男の子に勝ってるしダービーにも出たけどダービーが5着でも男の子に交えてダービー5着すごいですねそうでちなみに今週この秋華賞のトライアルのローズステークスが行われるからそこらも結果を見てほんまはね予想したいんだけど9月11日のタイミングやったらこんな感じであとライトバックに関しては、はい、この間ちょっと競争除外になっちゃったんで出ない可能性高いんでこれはあんまり予想に加味しない方がいいかなと僕は思ってます、まあ、ボンドガールとかもねかなり能力高いと言われてきててこの間のシオンステークスで、ね、3着に来て3着とはいえとねすごい走って突っ込んできてたんで名前よいいですよね、うん、私も前名前だけで勝ちました、うん、スイープフィートもねライトバックと同じぐらいのね末脚を持った馬やしほぼ侮れないかなクイーンズウォークもねクイーンカップを買ってオークス4着という中距離結構いけるやんちょっとむずいなだから春の G1 を経て夏を経てどれだけ成長してきてるかっていうのがね加味しなければいけないはい決まりました私も決まりましたじゃあ丸しよう、はい、じゃあもじょさんはい、お願いします今のお兄さんのお話を聞いて夏どれぐらい成長してるかっていうお話だったんでステーレンボッシュチェルビニアは1着1着って来てるんで、うん、ちょっと成長結構しきってる感じがあるのかなと早熟の傾向、はい、レガレイラのお話聞いて男の子と混じっても戦ってきたみたいなさらにもし成長してたらとんでもない馬になるんじゃないかということで、うん、レガレイラにさせていただきます一番最初に G1 勝ってる馬がレガレイラやからこの馬が一番早熟やったっていう可能性もあんねんけどなるほど2歳でちょっとこうなるほどまあもちろんわからないけどまあちょっと僕はじゃあ僕の意見にちょっと、はいチャキさん非常にまずいですね私もレガレイラ、なんでまずいねなんでチャキレガレイラいやもうほんまにあのさっきお兄さんのやつ聞いて、うん、でレガレイラのレースも見たんですけど、うん、男の子にマジで成績で出せてる5着でも結構上の方いやすごいよだってサツキショーも6着だから、うん、ねだからいけるかなと思ったんですけどただそっかそういう感じいや分からへん分からへんそれはだから私もレガレイラですこれレガレイラが今週のローズステークスに出るから、はい、そこの結果いかんやねんけどなんか熱意も伝わってきましたしね。そう、ね、本間は強いと思う。この春の雪辱を秋にということで、今回は菊花賞に出るんじゃなくて秋華賞に臨んでくるんで、ここはレガレイラ。今週日曜。今週日曜にローズステップスがあったはず。で、月曜日にセントライト記念。ここ一緒やね、秋華賞。あ、じゃあ10ポイント。そういうクイズじゃない。全員が来たらそれやけど、外れる場合もある。
さあ続きましてが菊花賞でございます。はい、10月20日京都競馬場で行われます芝の 3000m のレースで、こちらはボバクラシックの3冠目でございます。皐月賞勝った馬がいて、そしてダービー勝った馬がいて、そしてここに3冠目どの馬が挑んでくるのか。でもね、ジャスティン・ミラノという皐月賞馬は天皇賞秋の方に行くみたいなんで、ここには載せておりません。ダノンデサイルというこのダービー馬はトライアルを使わずに直接菊花賞に行く予定という、今の現段階では聞いております。ダービー1着、ダービー1着です。しかも人気薄でした。でも完勝、ここで勝つんか、結果強かったんかいです。この馬がぶっつけで菊花賞に挑む、それをどう捉えるか。なるほどな、はい、コスモキュランダも弥生賞で穴やったんですけども、しっかり勝ち切って、で皐月賞でも穴人気してないけど、ここでも2着来たことによって、まあ、この馬強いやんけということで、ダービーでも少し人気になったんですけども、ダービーでねちょっと負けちまいました。はい、でもそんな大きく負けているわけではなくて、いかにも菊花賞で走ってきそうな感じがするなっていうようなコスモさんやね、まあ、お父さんはアルアインというお父さんで、お父さん的にはまだ未知なる能力なんで分からないところが多いですけど、アーバンシックス皐月賞4着ですね。鋭い末脚が持ち味なんですけど、ダービーでは不発でした。マイコルバルツも皐月賞7着で、アサイハイフューチュリティステークスという2歳の G1 では2着と早くからね実績を見せております。あとはジューンテイクなんかはね、京都新聞杯で京都のね競馬場の重賞レースを勝ってるんで、まあ、京都はひょっとしたらいいのかなと思ったりしますけど、まあ、メンバー的には難しいですよね。ダービー馬がぶっつけで挑んでくるし、皐月賞馬は出てこないし、本戦やな。逆に言うたらこの下位の馬たちでもひょっとしたらありえるんじゃないかと。なんだったらここに書いてない馬が勝つっていうこともありえますか。ああ、そういうことなんですね。はい、そろそろ選んでいただきましょう。じゃあ、もじゃさんお願いします。ありがとうございます。ちょっと今回ちょっと難しくて迷ったんですけど、ダノンデサイルしようかなと思ったんですけど、なんかもしかしたらぶっつけっていうのがちょっと難しいのかなと思ったんで、ここはもう下位のところでもありえるということだったんで、僕はビザンチンドリーム。おー、ビザンチンドリームね。なんかちょっと響きも好きになった感じだったんで、はい、確かにちょっとそんなんでジャケ買いじゃないですけど、ちょっとこれでいこうかなと。なかなか最初は言いにくい名前でしたね。でも如月賞というレースは最終的に花さ勝ち切ってみせんねやけど、はい、絶対届かへんやろっていう位置から突っ込んできてるんで、勝ち切るっていうところがすごい。花さ負けてる馬が実際おるっていうことだから、はいはいはい、でも勝ち切るっていうことがこの重賞以内になったわけなんで、持ってるなっていう感じがします。お、いいね。じゃあありえるね。ありえるわ、ね、全然。ドリームありますよ。ありがとうございます、ね、さあビザンチンドリーム言いたいだけ。チャキ、私はジューンテイクです。ジューンテイク、はい、やっぱりあの京都が合ってるという感じがします。安直、安直。でも僕そういうのもいいと思います。私もジューンテイク。20ポイント。いや正直コスモキュランダと迷ったんやけど、やっぱりいつやってたらこっちは当然。いや、そうやね。でやっぱり京都で買ってるし、でこっちは関西の武秀則厩舎の馬なんで、で実は僕このジューンテイクについては武秀則先生から、うちには3歳のエースがおるからということをもう2月の段階から聞いてて、でその時は重賞買ってなかったんですよ。せやけどこの京都新聞杯で重賞しっかり勝って、あ、ホープがホープたるようなレースをして、でダービー出て、そういうことは無理でしたけども、また今回ちょっと伸びしろがあるから、やっぱこの夏にええ感じで成長してきてたら、このメンバーやったら逆転あるんちゃうかな。やっぱりダノンデサイル、ダービー馬とはいえぶっつけ菊花賞なかなか難しいよ。やっぱそうですかと僕は思ってる。へー、ですからコスモキュランダとかね、使ってから挑めれる馬の方がいいんかなというふうに思って、まあ、その中で僕は順位テイク。予備知識多いからセコないですか。それはお兄さんがあの予想ですから。セコイとかないんですよ。いや、なんでちょっと言葉を失ったんですよ。正直ほんまにセコイんですよ。これは知識量が問われるんです。これは予備知識あるかどうかが有利か不利かにはなりますけど、でもこっからは特に分からへん。だってより先のレースになっていくから、トライアルレースもなんもないから、もうほんまにもうほぼほぼ容疑者がよく喋ってるな。本当に本当にもう大丈夫です。こっからはもう全然もう万引きした人と一緒ですよ。もう思考して喋ってない、ただ口が動いてるだけ。続きまして天皇賞秋でございます。これはもうコマのね強いところが集まる、まあ、名物レース、格式高いレースで、天皇賞秋10月の27日東京競馬場で行われます芝の 2000m の G1 レース。ここはもうもじゃくんでも知ってるような名前がいっぱい出てきてると思います。ドーデュースはね、去年のマリマ記念も1着で最後の G1 を、ね、締めくくって勝った、まあ、スーパースターですよね。鞍上が武豊ジョッキーですし、ここも天才が乗ってるということで、まあ、非常に人気がある馬で、宝塚記念もファン投票1位だったぐらいなんで、まあ、本当にファンの多い馬でスーパースター、超人気ですよ、ね、ダービー馬ですか、超人気。もうグッズとか出したら全部売れる、ね、はい、でブローザホーン、ドーデュースがファン投票1位で臨んだ宝塚記念で1着だったのがこのブローザホーンです。はい、1個前の、ね、天皇賞春で2着して、そしてしっかりとここで G1 をつかみ取ったんでね、ブローザホーンです
ね。この馬も正直出てくるかどうかは分かりません。京都大賞典あたりから始動して、うん、天皇賞秋に来るかそのままジャパンカップに行くのか、うん、まあひょっとしたら有馬記念行くのか、正直ここは本命にはしないです。出てこなかったら意味がない、うん、では一応そこら辺もちょっとお伝えはしておきます。でベラジオオペラ大阪杯1着春の中距離 G1 なんで、はい、要は 2000m の G1 を買ったんで、この秋の 2000m このレースは適距離だと思ってます、うん。でジャスティンミラノ、皐月賞馬菊花賞に出ずこちらにやってまいりました。皐月賞もね 2000m で素晴らしいレースをしてみせました。そしてダービーでもね惜しくも2着に負けたけども素晴らしいレースでした。でその馬が適距離は 2000m だろう、そして東京競馬場でも重賞も勝ってるんでそこは一番いいんじゃないかということでここに来てます。ありえるな、はい、そして3歳馬なんで、まあ、少し金量も軽いです。リバティアイランド出た、復帰戦がここでございます。なるほどね、もう言わずと知れた牝馬参加、うん、でドバイシーマクラシックもね今年春挑んだんですけど展開が向かずで指してきてはいたんですけども3着ということで悔しいレースでしたね。でジャスティンバレス春はねちょっと不甲斐ないレースでしたけれども、去年もねこのレースでね馬券に絡んできてますし、去年の天皇賞春の方は1着になる、うん、実績はです。でソウルオリエンス去年の皐月賞馬で宝塚記念もしっかりと2着に来てさらなる成長を見せてくれたなというですね。でここからノースブリッジもね天皇賞へのステップレースともなってます札幌記念でプログノーシスという圧倒的一番人気を任して1着になった馬ということで、ここからしたらね結構実力がある馬たちは揃っております。そう去年のダービー馬これちょっと難しいかも正直。コバの三冠と言われるレースの1冠目で天皇賞秋そしてジャパンカップ有馬記念であるんだけど、ここを外してしまったらジャパンカップも有馬記念も予想で外れてしまう可能性ある。だからここでの力関係はミスりたくないなって感じ。なるほどね、影響してくるのか、はい、でも大体僕はもう決まりました。早っ決まりました。じゃあマジックお願いします。はい、ジャスティン・ミラノ。なぜ、お話を聞いてお兄さんの熱がめちゃくちゃこもってたんです。これはね熱ヒントなんです。熱ヒントが出てるということはこれ結構来るという。違う俺競馬の神様じゃないから俺の熱量で1着が決まってるわけじゃない。熱ヒントが、いや俺平等の熱量はずやねんけど、はい、もいわぞうからもいわってないやお前だけでそういう風な北海道出身やからずっと全然浸透してないですよ。岩にちょっと毛が生えたりとか、あのアユが好きなやつね、アユの餌、アユの餌、アユのお兄さんのこと僕はもうジャスティン見れるね。正直でも3歳馬で天皇賞秋に挑んでくるということはそれなりの自信とあと意図がありますので、うんうんうん、でやっぱり結局ねあの、まあ、エフフォーリアとかもね、はい、そういう感じで挑んでここでしっかり勝ってきてますし、3歳馬が強かったら勝てるレースがあるんですよ。 OK、はい、これ結構自信あるな。じゃあ もしちゃきももじゃも一緒でいいかも。いやダメですよ、もじゃワンツーもじゃワンツーってワンツー。じゃあちゃきリバティアイランドです。おー、なぜやっぱり牝馬で三冠取った時の感動とドバイもう3着に来てるんでそんなに落ちてはないと思うんです、うん、なので私はリバティアイランド。おー、なるほど、絶対勝てます。出たらなるほどね、好きな馬っていうのがやっぱあるんです。まあ確かにそう、好きな馬からね、うん、買うっていうのはいい。はい、じゃあ私の本命はリバティアイランドです。いやいや一緒、来たマジや、見て見てこの流れ、カンニング学力テストでモジャにカンニングされたからとかやり返してるな。違う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 、僕はカンニングしてないですよ。違う違う、マリアントワネットカンニングしてたんちゃう。してないよ。でもほんまにリバティアイランドは俺はまだこの馬の底力っていうのを本気見てない感じですよ、リバティアイランドって後ろからの競馬のイメージちょっとついちゃってるんですけど、全然もうある程度前でポジション取ってレースできるんよ。このメンバーめちゃくちゃ強いよ、ねね、であのベラジオオペラとかもジャスティン・ミラノもこの適性なんかめちゃくちゃあると思うけど、うん、リバティアイランドも左回り、はい、そしてこの東京コースのこの 2000m 一番力発揮できるレースなんで全然僕はありえると思うし、枠も別にそんなどこでもいいと思います、うん、だってもうそこをもう予想しだしたら9番勝負ちょっともうできないんで、リバティアイランドはもう能力的に僕はまだこのメンバーでも抜けてると思ってる、一緒にやっぱドバイ連れて行ってもらって、なんかね馬やのにこんな悔しい表情あんにゃぐらいちょっと感じ取るものがあったんですよ、負けた後リバティちゃん触ってあげてみて触らせてもらったんです。その時に、まあ、あの走って疲れてきてしかもちょっとね汚れてたんですけど、それでもね悔しそうな顔してたよ。絶対やってくれるのに嫌やったね。お前はさそう、ああすごい、うわ、もいわ神、もいわの神様、もいわぞ、あ、もいわぞが、あ、もいわぞ、もいわレーザー、あ、もいわレーザーが目から出てる、うわ、焼かれそうっていう感じですね。悔しかった。一着で投げてる、俺は触ってな、嬉しかったよ、もうリバティも喜んでた。
だから正直このリバティアイランドはぶっつけなんですが、秋華賞もねぶっつけで挑んで、まあ、三冠取ってるぐらいなんで僕は全然、楽しみやな。さあ続きまして5レース目エリザベス女王杯です、はい、11月の10日京都競馬場で行われます芝の 2200m のレースです、うん、これ米印で秋華賞から参戦する可能性もありますということなんで、秋華賞で強いレースをしたら、まあ、例えばステレンボッシュとかチェルビニアとかもこっちに来る可能性もあるかなと。去年のね勝ち馬ブレイディベーグもう今年ね1回まだ走ってないんですよ。どうなってんねやろって感じなんで謎。でもディフェンディングチャンピオンなんで一応名は連ねておきました。でスターズオンアースも、まあ、ドバイ行ったっきりね今年まだレースどこに行くかちょっと決まってはないんですけど、うん、去年はねこっちのレースには進んでこずにジャパンカップとか有馬記念に行っていいレースしてるんですよ、うん、だからこっちに出るとは限らない、うん、でルージュエバイはエリザベス女王杯2着やったりとか、新緑はねこの間の新潟記念ね、うん、ボバに交えて1着やってるし、ここら辺も難しいレースかなっていう感じやね、うん、ここはもう予想というよりかも運かな。選んでも出ないっていう可能性の方が多い馬もいたりとかするので、ね、上の3歳だとかね、どれか丸つけない方がいいみたいな。ブレイディビエグ、スターズオンアースあたりは出ない可能性めっちゃあります、はい、ここは僕やったら印しちゃってね。よし、はい、俺もつけました。じゃあ、はい、よろしいでしょうか、はい、しました。もう完全に運というところを感じましたので、僕は新緑化。おお、新緑化、うん、調子もいい感じというのを聞きましたし、今回僕はもらったペンが緑だった。おお、こういうちょっとなんかヒントかなと思いつつ、ちょっと新緑化に丸をつけさせていただきました。これ里のダイヤモンドってお父さんなんですけど、まあ、里野の勝負服もね緑だし、一戦一勝で臨んだ2戦目で阪神ジュベナイルフィリーズ2着に来てるぐらいのもので、秘めたの能力がそもそも高かった。なるほど。だけど具合も良かったりとかするけど、うまいことレースがいけなかったりとかでなかなか重賞勝てなかったんやけど、前走ね初めて勝ったし勢いは確かに。おお、いいですね。これ期待できる。じゃあチャキさん。チェルビニアです。チェルビニア、うん、秋華賞を経てこっちに参戦してくるんじゃないかと。はい、はい、そうですね。オークスの時の走り覚えてるんですけど。覚えてる。これ良かったですね。これが印象的なんで、だから桜花賞の時に僕本命してめっちゃポカしたんですよ。もう大敗して、でそれでオークスの時にもう一回追いかけるもよしやったんやけど、なんかちょっと悔しいなと思って外したら来ちゃったっていうぐらいの前やけど、ポテンシャルも間違いなくて、であの時みたいにねステレモーションを外から差し切るっていうね、あの足が使えたならいいし、京都の芝の 2200m は逆に外回りなんで差し効くんでいいかなと思って。結構じゃあいい感じだね、はい、ということで私の本命馬はレガレイナです。お、レガレイナか、はい、引き続き秋華賞とエリザベス女王杯どっちも構想するからと。まず秋華賞で構想できたらエリザベス女王杯を構想します、うん、要はこっちの方がコース形態は合ってると思うんですよ。秋華賞の方が紛れるんで、あっちのレガレイナの方が本番僕はちょっと難しいかなと思います、うん、やっぱりこのレガレイナが秋華賞出てその後ジャパンカップとか行くイメージはないなっていう感じがするんで、多分使ってローズステークス秋華賞、そしてエリザベス女王杯に休養と思ってて、でレガレイラはたとえ秋華賞でうまく自分の競馬ができなくて5着とかやったとしてもこっちで巻き返しは全然ある。このレガレイラ2連続はあり得るかな。楽しみ楽しみ。さあ続きましてマイルチャンピオンシップ11月17日京都競馬場で行われます芝の 1600m のレースです。もう京都競馬場での G1 めっちゃあるからね、ここら辺はね。ありがたい。マイル戦なんで名だたるマイラーが集まってきております。マイラーナミュールなんてこのレースの去年の勝ち馬でございますし、今年の春はドバイターフにもチャレンジして惜しい2着、そこからねビクトリアマイルは凡走するんですけども安田記念でもしっかり2着、続いてジャンタルマンタル、これはもう NHK マイルカップ1着の馬で2歳王者でもあるんですけど、この NHK マイルカップのレースはアスコリピチェーノという強い馬を出てたんですけど、うん、その馬を完封してみせたと。さすがの強さやなと。パレスマリスサンクということでね、どんなお父さんやねんって謎めいてる中ここまで強いんかというような、ね、実力を見せたんで、まあ、3歳馬でねおそらく挑んでくるとは思うんですけど、どういうレースをするのか楽しみです。さあソウルラッシュ、去年のマイルチャンピオンシップ2着馬でございます。安田記念もね惜しくも3着ということで、年齢は重ねてるんですけれどもいいようにね成績上げてきてるんで、もうそろそろ G1 カットマンと厳しいよというぐらいなんでね。でセリフォス、この馬はね一昨年のチャンピオンですね、早熟かと言われてたんですけど、この馬もね今年の安田記念でも5着ということで、能力はねまだね維持してるかなというところです、ガイアフォース、安田記念4着、そしてフェブラリーステークスも2着ということで、今年ダートも芝もマイル戦を G1 使って4着2着とどっちもいける二刀流でございます。そしてその以下の馬たちもね勢いにあったりとかする馬で、重賞レースを勝って臨む馬、好走して臨む馬がいております。これもちょっと難しいね。ボンドガールは僕が個人的に前のシオンステークスを見てこっちに来てくれたら馬券買うのになと思うぐらいなんですけど、おそらく来ないですね。
僕はでもやっぱこれかな、なんか魅力があんねんな。じゃあ、もじゃくん。はい。私はね、今まであんまり選んでこなかったタイプの波売り。おお。だからちょっとこう、一番上の人は僕ちょっと外してたんですよ。確かに。ちょっとここに来てお兄さんの話聞いて、こいつはもう行くんじゃないかなっていうふうに思ったんで、うん、もう僕はもう波売り。チャキ。はい。ガイアフォースと迷ったんですけど、ジャンタルマンタルで。ジャンタルマンタル。名前やねんな、これ。ジャンタルマンタル。叫んでたんです、ね、ジャンタルマンタルって。実況の人が、カメラに。それを忘れれないから、はあ、今もまだ残ってる。2回聞きました。それぐらい叫ぶやろ、簡単やろ、うん、何のうまくに叫ぶやろ。ゴロゴロゴロ、ナメルも言われてたよ。でもセリフォスも言うの、ジャンタルマンタルってインがいいじゃないですか。インフンアルマシーマーも絶対言いますよ。いやいや、インが、ジャンタルマンタル、インフンでるってタルマン、ゴンバレカーブースも言われてた。一番思いにくい馬です。ゴンバレカーブースは一番思いにくい強い。何でしたっけ、マスクドディーベル、何だっけ、ジャンタルマンタル。全然聞いてない。ジャンタルマンタル。私はナミュールです。おお、やっぱりな。ナミュール強い。僕はドバイでも目の前で見たんですよ、はい、めっちゃ強かったし、強かった。だからビクトリアマイルも本命にしたけど、あそこだけポッパしたんですよ。まあまあまあ、ちょっと意味わかんないんですけど、あのレース。でも強い馬と戦うと時に強いレースをするような馬で、おお、いいですね。やっぱり牝馬同士のビクトリアファイルはちょっと舐めてたのかなと思って、ということもあって、ここはね、強いメンバーが揃うんで、ナミュールしっかり勝ってくれるんじゃないかなと思って、楽しみ、連覇期待しております。続きまして、ジャパンカップでございます。11月の24日、東京競馬場で行われます、芝の2400メートルのレースです。米印書いてあります、菊花賞組が参戦する可能性もあります。はい。可能性は少ないからどうだろうなって感じやけれども、ここにね、ドーデュースとか、先の天皇賞組がいるんですけど、あとね、追加でね、帝王ロイヤルとか、ドゥレッツァ、ディープボンドあたりも来てもおかしくないんかな。一応、スターズオンアースもね、去年出てるんで、一応こっち入れておきましたけど、帝王ロイヤルはね、今年の天皇賞春を勝ちまして、その前もね、阪神大賞G2 勝って、その前もダイヤモンドステークスっていうのを勝って、重賞連勝で G1 も勝ち切ったという、ね、強い馬で、スタミナ豊富なんですね。だけども、この 2400m というレースはね、ジャパンカップ2年前かなって言ったけど、大敗してるんで、G1 馬になって、ここで同時強く見せてくれると。はい、ドゥレッツァは去年の菊花賞馬ですね。今年はね、海外ね、遠征したりとかして、4着とかやったから頑張ってたんですけども、日本に帰ってきて、ここ出るの間に合うかどうか分からないんですけど、一応登録しておきました。うん、ディープボンドもね、コントレールと同じ世代の、コントレールはもうお父さんになってね、子供を産んでる中、ディープボンドはまだ現役で頑張ってるし、うん、G12 着は4回と、なかなか惜しい成績なんですけども、G1 果たして取ることができるんか。ディープボンドのファン多いですよね、多いな、めちゃくちゃね。はい。プラダリアどうですか。プラダリアは、プラダリアは 2000m から 2400m がいい馬なんで、結構ここもギリやと思います。でも、この同じ舞台で行われた青葉賞というレースがあるんですよ、3歳。そこの舞台で初めて重賞レースを勝ってるんで、全然いけないことはないから。でも 2400m はギリです。あと G1 になったら、ちょっと歯が立たない部分があるんで、そこに G1 という壁を乗り越えてほしいな。G2 までは勝ってるんで。でも宝塚記念ではね、これ4着ですけど、ほぼ3着、2着です、4着が惜しいところまで来てるんですよ。プラダリア的には力つけてきてるから、これ難しいな。メンバーだから決めた。はい、じゃあ、まあ、ちょっとやっぱり響きが好きだったので、プラダリア。プラダリア、おお、結構穴目かな。はい、そうですね、ちょっとそっち方面を狙いたいなと思いました。はい、もし出走するのやったら池添10キロになるし、管理されるのが池添学ぶ厩舎なんで、うん、もし勝てば兄弟 G1 制覇。へ、はい、いいですね。じゃあチャキ、ここはもう勝ってほしいということで、ドーデュースですね。ドーデュースね、いや最近あんまりね成績良くなかったじゃないですか、うん、去年もこのレースで4着やしね。でみんながわーって残念な気持ちが私もあったんですけど、さすがにここはもう勝ってほしいです。願望、今年はもうね、天皇賞秋ジャパンカップ有馬記念で引退とか決まってますから、成績を残してほしいなあ。そうですよね、まあ、ダーリーを勝ってこの地でね、もう一回復活、ドーデュースってマジでいつ走るかわからんから、力があることは間違いないんで、うん、あとはもうそれがガチッとハマったらもうとんでもない能力発揮するんで、他にもいつもいい仕上がりでね、うん、絶対勝てるって言われてるんですけど、最近良くなかったんです勝てました。私ジャスティン・ミラノにさせていただきます。ここ多分ジャスティン・ミラノ出てくるんですよ。ジャスティン・ミラノが天皇賞秋を叩いてるじゃないですか、うん、叩いて、まあ、ぶっつけなんですけど、あそこでもちろん能力も発揮することもあるんですけど、ジャパンカップでしっかり合わせてこれるのが厩舎的にも仕上げやすいんかなということで、2戦目のこっちの方が力出せるに違うかなと思って、友道厩舎なんで 2400m の仕上げ一番上手い厩舎なんですよ。
ですから僕はこのジャスティン・ミラノはここで、まあ、もちろん天皇賞秋も勝負できるところまで仕上げれると思いますけども、僕はこっちの方なんじゃないかなと思ってジャスティン・ミラノ、はい、さあ続きましてチャンピオンズカップ、こちらは12月1日中京競馬場で行われますダートの 1800m の G1 でございます。こちらも米印 JBC 組の参戦の可能性もあり、11月4日にね JBC が行われまして、そこでね強いレースをした馬がもう一回こっちに来るっていう可能性もあります。まあそっちにねここのメンバーも出てるってことも多いなりますしね、うん、さあレモンポップはディフェンディングチャンピオン、去年は春と秋のダート G1 両方制しました。強っ、めちゃくちゃ強いです。で今年もねサウジカップとかにね遠征しまして、そこでは負けてしまいましたけど快適で先玉杯をしっかり勝ってもう一回復活しております。でウィルソンテソーロ、去年のこのレースの2着馬ですね、うん、去年はしっかりね追い込んできて2着で波乱を起こしました。で今年はね帝王賞でも2着に来たり、前走は韓国のねコリアカップでもね2着に来たり、成績も安定してきました。でドライレーで去年のチャンピオンズカップ3着ですね、この馬ちょっと二刀流なんで芝も出たりとかしてるんで、正直こっちに参戦してくるかどうか微妙です。僕は選ぶことはしないから。でペプチドナイル、これはフェブラリーステークス春のダート王ですね。でガイアフォース、先ほども出てきましたフェブラリーステークス2着の馬です。だからマイルチャンピオンシップに出てこっちも出てくるか、それもちょっと微妙やし、両方出るかもしれないし、ここら辺ガイアフォースってほんまこれも二刀流なんで、ちょっと選択肢が分かんない、はい、でキングズソード、これはね帝王賞の一着馬なんで、正直中距離の強いところを買ってるんで、ここに来ても面白い存在かな、フェブラリーステークスも出てるぐらいなんで、マイル SN8 全然適用できるんじゃないかな。でクラウンプライドはこの間コリアカップを勝って連覇したんですね、で名将ハリオは帝王賞を昨年一昨年と連覇してるんです。でセラフィックコールは去年もね人気してここに出てきましたけど負けましたけれども、今年はねダイブライト機能を密着したりとか、まだまだ成長する余地はあるかな。ちょっと難しいですけどね。うーん、これは結構早めに決まった。よし、これでいこう。はい、はい、正直ねめちゃくちゃ気になったやつがあったんですけど、うん、あえてレモンポップかなと思ったんですけど、キングズソード、キングズソード、名前もちょっと好きなんですけど、うん、お兄さんからの情報も見てこれはなんかちょっと来そうだなと、うん、ここがキングズソード、いいです、はい、ジャッキー、私はやっぱり思い出深いレモンポップですね。なんか思い出深い、一番最初に担当した時にパドックテンポ、うん、その時に隠れたの何のレース、テブラリーステーキ、あ、そうなの、担当してた、テブラリーステーキやったっけでしたっけ、まだなんか可愛いやつやったっけ、やったっけの言ってることですね、はあ、あ、担当その日はしてないんですけど、うん、ないや、全然思い出残ってないやん。いやいやいや、その初めてテーマ始めた時に買ったっていうのがちょっとだんだん薄なってきてますね、レモン風味のポップ、わかりました、何が、私もレモンポップです正直僕は当日馬券的には嫌うと思う、強いし人気になるし、あ、盤石とは言われへんし、 1800m ギリギリやと思うんで、どっちか言ったらマイルとか1004とか言ったら無類の強さを誇ると思うけど、1008は去年も逃げて勝ったんやけど、俺はギリやと思ってるんで、でも想定のこのメンバーの中やったらダントツで抜けてるから、どうしても予想ではこの前になっちゃうんやけど、オッズは関係なくですね、関係なし、勝つかですかね、そう、実際チャンピオンズカップになって馬券勝負するとなったら僕は外す可能性、あ、まあ相手には入れるかもしれないですけど、本命にはしないような気がします。さあいよいよラスト9番勝負、ラスト来たな、有馬記念でございます。12月の22日中山競馬場で行われます芝の 2500m ドリームレースでございます、うん、ここもね菊花賞組が参戦する可能性もありますし、ジャパンカップから、そしてエリザベス女王杯から各方面から車も出ると思います。ここはだからコバの面々と同じなんで、もう説明は不要かなと思いますね。導入数にしたら予定通り行けばここが、まあ、引退レースなのかなと。そして昨年の1着と同じ舞台で同じ成績で終われれば最高だなと。みんなこれ選ぶんじゃん。はい、じゃあマシャ君お願いします、はい、私が選んだのはドーデュースです。引退っていう話を聞いておりまして、最後ねスカッとなって終わっていただきたいというか、ガチッとハマったらとんでもないということなので、ここでハマっていただきたい、はい、アイドルですからね、アイドルのラストラン有馬記念といえばなんかオグリキャップみたいなところがあります。はあ、そうなの、そうなればとんでもないドリーム、いいね、楽しみ。さあチャッキ、ここでジャスティン・ミラノです。おー、ジャスティン・ミラノ、はい、なぜドーデュースにしようと思ったんですけど、うん、最後やったらプレッシャーかかったって、うん、もしかしたらあれなんかなと思って、うん、私はジャスティン・ミラノ、これぐらいのプレッシャー、プレッシャーじゃないよ、タケルトです、
あ、ほんまですか。武豊さん、どんだけのプレッシャーを今まで乗り越えてきてるか。いや、じゃあ馬の方ももしかしたら、いや、馬も全然大丈夫です。じゃあ、同級生にしてみよう。ジャスティン・ミラノ、ね、まあ、ジャスティン・ミラノはね、同じあの中山競馬場で行われます皐月賞を勝った馬ですから、うん、ただジャスティン・ミラノがここに出てくるから不明やえ、うん、天皇賞秋勝ってジャパンカップ行ったら多分出ないし、逆に天皇賞秋を使ってちょっと具合が良くない感じなんやったらジャパンカップ飛ばしてここに来る可能性もあるし、一応名は連ねといたよっていうだけで分からない部分が、あら、私はブローザホーンにさせていただきました、思い出の、ね、馬ブローザホーン語れてましたよ、はい、宝塚記念で本命させていただきました。馬が良くなかった状態が強い、かなり雨も降りましたし馬場も悪かったです、はい、中山競馬場暮れの馬場は行われます、はい、ですからこの馬にとったらもってこいの馬場になってるんじゃないか、なるほど、おまけにね、もうここで雨でも降ってもらったらもうプラスアルファ、強い、春のグランプリ宝塚記念に強いのは有馬記念に強いし、有馬記念に強いのは宝塚記念に強いし、あ、そういうのあるんや、そういうのめちゃくちゃある、なんかわかんないですけど、はい、中途半端な距離で行われるレースなんですよ、どちらもね、はいはいはい、1200m、2500m、なぜか強い、はい、リンクした、だから僕はここブローザホーン一着固定行かせていただきたいと思います。すごいということでございまして、はい、魂込めて9番勝負やってまいりました。いや、魂つこたで。一回これ一通り見てしまったら今年の秋の陣は楽しみになれへん、めちゃくちゃ楽しみ、そうですね、そのメンバーで進んでいっても面白いし、新興勢力出てきた時もまた面白い、あー、なるほどね、全部これひっくり返しちゃうんちゃうこの馬っていうのとかもあったりするから面白いですよこれは。で結局最終的に12月の有馬記念は22日に終わるのかな、それ終わりで一応集計になりますので、一番最低だった結果の人はあとの2人に落とした上げなければいけない、はいはいはい、それはもちろんお金じゃなくて何かしら出れる人は、あ、分かった分かった、じゃあ多分分かってないでしょうからこちらからいきましょう、ま、使用済みパンティーをお渡します、分かってます、これアウトね、アウトです、これ今もうびっくりしてます、お兄ちゃんのように使います、今の使うの、使います使います、もちろんほんまに喜びますから、いや、やめてください、もちろんなんか分かったという、僕はね、おせち料理を作ってくる、こんな大御所というか、だからいろいろコメントもいただけるし、俺が負けることもあんねん、いやだから負けたらおせち料理を振る舞う、ああ、それは嬉しいですね、これ人の手料理だね、なんでやねん、人が握ったおにぎりとか無理、嫁なしか、これガチですか、ガチなんでも食えよこの見た目ガチ、ちょっと無理です、あ、じゃあ塩水パンティは全然大丈夫、その話なんでこんな明るく使用済みパンティーなんですか、だから手作りおせちですって食べるのは全然いけるけど、はい、ほんまは嫌です、却下で、お前言うんじゃないの、使用済みパンティーの案を出してる君に言われたくない、ということで負けた人は他の2人に何かしらお年玉をあげるという、終わりました、罰ゲームさせていただきたいと思います、それでは皆さんもいろいろ予想しながら結果の方もお楽しみにしておいてください。